フランシスクス・シルビウスフランシスクス・シルビウスは、ドイツ・ハーナ生まれで、オランダで活躍した、医師、解剖学者。フランシスクス・シルビウスは、ラテン語名で、本名は、フランツデレ・ボーエである。フランス幹ブレイ出自の裕福な家に生まれた。スダンのプロテスタント系のアカデミーで学んだ後、ライデン大学で、アドルフ・フォルスティウス、オット・ヘールニュースの下で医学を学んだ。 イエーナ大学やビッテンベルク大学で修行を積んだ後、1637年、バーゼル大学で医学の博士号を得た。ハーナウで医者をした後、1639年にライデンに戻り、教師となった。1641年からアムステルダムで医療を、始め、その間、薬剤師、科学者のヨハンルドルフ・グラウバーに愛科学の知識を得た。1658年に、 ライデン大学の医学教授となり、1669年からは副学長を務めた。彼の教えを受けた学生には、ヤンスワン・メルダム、ライネル・ダグラーフ、ニールス・ステンセンなどがいる。実証的な医学のパイオニアで、ウィリアム・ハーベイの血液循環説の支持者であり、ライデン大学に科学実験室を設けた。脳の解剖学研究を行い、脳の外側溝や中脳水道に、 名前が付けられている。また、下熱、利尿用薬用紙として、人の起源であるエネイバを発明した。1671年に、主張プラキシースメデケイアイディアの場を発表した。ありがとうございます。